どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠ナインの動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価押していってください。さあ、では今回は選抜2回戦からやっていきましょう。さあ、一応アイドルが引けたので、では、ここも、3マスといえど結構大きいんですよね。頑張っていきましょう。で、よくアイテムがなくなってガチなので、たまには確認しながら行きましょう。さあ、総合練習使っていきましょう。いや、この世代マジで最強世代だと思ってます。ただ次天才二刀流の厳選は頑張りたいなと思っているので、またミルダムで頑張りましょう。まあ野手だけ呼んでいるので、新入生スカウトはもう野手は4人か5人ほど、めちゃめちゃ強い選手を呼べたのでもう十分です。この強い2年生の世代をさらに引き継いでくれる選手たちになると思うんですけど、ただ本がないんでね、どっかで本を集めないといけないですね。ということで行きましょう。間違いない中将ですね。で、打順を前回変えたんですよね。うん、こんな打順に変えてますと。ただこれは2と4を変えてもいいかな。注目選手なのでランナー貯めた状態でいきたいというのを考えると、2と4を変えて、ちょっと前回かなり打順を変えたので、はい、行きましょう。まあ、小坂さんの2番押しずっとしていたんですけれども、ちょっと打率が上がってこないんでね、まあまだちょっと打撃能力を上げられていないというところで、まあ2番は来年かなということで、今年はまあミートパワー BB、 まああとは守備をしっかり上げておいて、来年から2番ショートとして活躍してもらいましょう。とはいえ1年夏からずっとレギュラーなんで、3年の時は見せてくれるでしょうということで、はい、残念ながら初回は出塁なし。クイクイ、いや、いいピッチャーですね。てかこれ結構強いな、このチーム。まあ、総合戦力 B の一番強い形、あと1個でもあれになったら A になるっていう、そういうチームですね。さあ、中条今日ノリノリの注目選手、これは楽しみですね。まあ、そりゃ打つよね。いや、中条4もありなんですよ、古軍2も。ただ基本的に阿部人パワー比なので、本当は逆なんですけどね。うん、逆なんです。やっていきましょう。いやー、風がアゲンスト、風の強さがちょうど、まあ、甲子園特有というところですね。さあ、天野今日絶好調だったんで、これはもちろん使っていく。ノリノリか。防御率 0.27、 あれすごい防御率をなんか残しているぞ。この世代実は守備いいからな。あれ、天才、過去の天才二刀流たちをしのぐ、そういう素晴らしい成績をなぜか残している。さあ、実質2打席連続ホームランみたいなもんだから、中条さすが。で、1球目で走るとはなってないけれども、まあいいでしょう。さあ、宇野さん、いや宇野さん結構ホームラン出てる。ピッチャーの守備も見て、守備56、これバントいけるんじゃないかな。ただ肩がちょっと強いぞ。いや、でもバントうまそう。宇野さんいいね、ホームラン結構打ってますね。うわ、その肩の部分が良かったな。まあ良くないな。小坂さん頑張ってくれ、頑張ってくれ。小坂さん足を見せてくれ、足を見せてくれ。よしよしよし。エラーもヒットもフォアボールも全部一緒。172、やっぱ球速速いピッチャーはいいのかとかなんか思っちゃうね、こういうところ。でもこれはサハーラですね。あ、そういえば僕がサハラをサハーラって呼んでる理由が知りたいですというコメントが前回あったんですが、まあ、また今度敬遠してる時に話しましょう。理由があるんですよ、ちゃんと。これちょっと面白い話なんで、よしよしよし、ぜひまた話させてくださいと。よし、ダメダメ、サハーラが、そこはさすがにおかしいね。なんか1年、どれが1年生か分かんないぐらい1年生も強くなってないか、なんか。球速がみんな遅いのか。あ、やっぱ球速遅いと打たれるんですね。まあいいでしょう。お、古軍、いや、守備いい、あ、守備いい、守備めちゃめちゃいい。守備いいじゃないの。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。やっていきましょう。秋ゲーム連合でやっていきましょう。あんま点が取れてないですね。まあ強いですからね、相手も。高塚頑張ってますね。中条とどめの一発としてあげましょう、ここは。
うわ、すごいドロップだな。いや、だから甲子園、風アゲインストはえぐいて。風なかったら入ってますね。いや、もう3本ホームラン打ってるよ、実質のところで言うと。まあ、どんどんピッチャーも変えていけばいいんですよね。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。いや、でもそれぞれのピッチャーがなかなかにいい活躍をしてるんじゃないですか。これゲッツー取ったらすごいわ。さすがにか。セカンドとサードが今年は上級生なのでいいですね。でショートにはこの小坂さんがいるんで、肩だけもうちょっと上げたいんだな。ちょっと予選は肩を上げた状態で挑みたいですね。さあ、ちょっと点取れてないんでね。このピッチャーやたら投げんな。クイクイナイス。ショート久慈さんですね。バント丸持ってるんだな。これはじゃあバントでいこう。肩強いな。さあ宇野さん、今日まあまあいい活躍と。いや、宇野さんはロマンの塊だと思ってるので、なんとなくそんなタイプの選手。ロマンを見せてほしいですね。坂さん、ワンチャン代打もありなんだよな。打率2割2分7厘って結構きついですよね。いやー、これはちょっと甲子園で阿部ひとか手に入ると最高ですけどね。やっぱ阿部ひとか強いんだなっていうのは感じてますね。だからここはナイス。ようやくあのいいピッチャー変わってくれましたね。ただ小坂さんにはこの足もあります。塁に出てからの強さもあります。ここは渋川にしてセーフティーかな。ボールに7いけそうな気もするんだけどな。まあ無理にアウトになるのももったいないので。 OK。さあ岸は続いていこう。さあ1番に入りましたこの岸田くん、どうなんでしょう。打率も非常にいいですからね。盗塁数も多いし、うん。で2番、今日は小軍。ファーストいけるかこの選手。サブポジも取りたいんだけどな。全部カット打ち持ってるから2番古軍も十分ありなんだよな。悩ましいところですこれ本当に。中条と古軍2と4どっちでもいいと思います。いや甲子園、これ甲子園じゃなかったらかなり点入ってる。東京ドームでやろう。これからドームラン増えるから東京ドームでやったら。甲子園は広いんじゃ。あと1年生と2年生ちょっとピッチャー全員使っとこう。こうやってカードもまあ使えるので全員系統野球いい。どうした、あの慶応がピッチャーをたくさん育てているぞと今頃噂になってますよ。慶応がちょっと戦い方をシフトしてきたと。ピッチャーを各学年3人プロ入りさせるつもりかと。なんか2番バッターとか作ってるし、どうも今までのチームと違うぞ。ちょっともうこの甲子園広すぎるからダメだ。こうやってゴロ転がしていかないと野球になんね。広いのと浜風がきつすぎるっすね。代打いきます。
ここは確実に塁に出てほしいので、よし、くせ者使ってバント、思い切った作戦でいきます。10点は取らないと。思い切ったこの代打とか今年の戦い方の一つですね。全員代打までを持っているというのもあります。いいね。さあそのランナーを2人返したら10点。よっ、ああ、くじさんだ。そこにくじさんがおる。さあ負けてられないのが、じゃあこの小坂さん、くじさんに負けてられないのがこの小坂さんであります。いや、小坂さんは絶対に強い選手にしたい、将来的にはね。今日お疲れ交代や。関川ルーキーズやっていきましょう。いや、最近本当にエーペックスになんかガチハマりしてるんですけど、ゲーム TV だからエーペックスをこのゲームチャンネルでやればいいのではないかという発想が今出てきたんですが、普通に最近ね、ローバにハマってるんですよね。ローバっていうアイテムをもうひたすら盗めるキャラクターがいるんですけど、めちゃめちゃ楽しくてアイテムを盗むのが。僕も悪い人間ですね。万引きとか一回もやったことないですよ、僕は。でも小学校の時50人ぐらい万引きしてて、なんでかわかんないんだけど、それが一気にこうバレて、もう丸一日なんか学校でその事情聴取みたいな日があったんですよ。僕もう受験生だったんで、あ、やった、授業なくなった、全部実習できると思ってすごい喜んでたんですけど、僕悪だけど法律だけ守る悪だったんで、いや、もうめちゃめちゃ治安の悪い小学校だったんで、やばくないっすか。一学年50人万引きが検挙されて、あれどうなったんだろう。普通に警察突き出したらいいのに。小学生だからとか言わずに、もう犯罪起こしたら警察にぶち込むっていう制度にしていけば、結局ね、小学生は怖かったらね、悪いことできないんですよ。だから見せしめにね、もうどんどんぶち込んでいけばいいんですよね、牢屋に。まあ牢屋には入んないですけどね、万引きぐらいじゃ。初犯の万引きじゃあね、やっていきましょう。いや、ちょっとこれは小坂さんにしようかな。ちょっとここで小坂さんを勢いづけたいので、1番小坂さんなんてどうよ。1番ショート小坂さんでちょっと流れを持ってこよう。ではもうセーフティーすればいいんですよ、それで。であとはもう走って中条とかに任しときゃいいんで。さっきのチームの方が強そうな感じはありますね。ただクイックし、うん、やっぱり、おい、そうなってくるとめんどくせえな。塁に出るのがこの小坂さんの役目なので、とにかく球転がしてカット打ちで相手の球数投げさせて、粘り打ちで粘って打って、そして出塁していく。 OK、 俺は2番じゃないんだ、1番が本来の適正なポジションなんだと言わんばかりのこの小坂さんのアピールでございます。うまっ、え、うまっ、え、今まで栄冠ないんで見たバントの中で一番うまかったんだけど今の。何あれ、なんか不思議なバントでしたね今。よし、走らせよう。早速ピッチャーを変えていく。系統野球ですからね、うちは。よしよしよし、あ、それはセーフにならんとあかん、それはセーフにならんとあかんわ。
ただ揺さぶるは早いですね。ただこうやって小坂さんが塁をね、ランナーを進めてくれれば中条が続いてくれると、そういう戦い方も一つある。で岸田1番っていうのも長打力を考えるともったいない気もするので、だったら岸田を5番とか6番ぐらいに置いて、こういう打順も大いにあり。うわ、戸澤もすごい。今日は風が1メートルなのでそれがヒットになりますね。前回の試合はちょっと不運だった。でも野球やってる時風とか考えたことなかったな。ゴルフやり始めてちょっとの風でもめちゃめちゃ気にするのに。こういうところが野球下手くそだったところなんだろうな。やっていきましょう。だって冷静に大体河川敷とかで公式戦とかやってたからめちゃめちゃ風の影響あるはずなんですけどね。それを考えてないとやばいね。秋少年、リトル秋は何を考えていたんだ。いや、何も考えていなかったんだ、多分。逆に言うとね。やっていきましょう。あと、花上なんだな。この花上がもう少し上げてくれると。だから、花上が今5番とか打ってるんで、それだったら岸田5番でもいいんじゃないかっていう。ほら。セーフティーバントやってるもんな。さあ、相手がもう、めちゃめちゃになってる。カンバラとだから花上どっちの方が上位の打順の方がいいんだっていう、そういう話もありますからね。一つ、うわ入ったんじゃないこれ。風が、甲子園の風が。ただ3つ、さあ4回で9点取ったぞ。宇野さんも3割に押してほしいな。ボール球は振らない。際どいところも振らない。くぅ、これ相手たまんないだろうな、こんな打たれたら。いや、この世代こそ最強世代。ただ1年生のスタメンが多いので夏に本当に完成するのかなと思ってますね。完成は夏を予定していますと。うわ、肩強いな。古川じゃなくて小川なんですね、それ。さあ、小坂さん。これでよし、よしよし。あ、でも、実は1番。実は1番が適正なのか。まあ、チャンスメーカーも持ってますしね。実は1番タイプなのか。そして中条、戸沢と続く、この2、3と続くのが、うわ、もう甲子園、いつの間に風5メーターになったの。実はこれが一番ベストなのかい。で、岸田5番。いや、この打順、まあ、戸坂さんが謎にチャンス B っていうのもあって、なんか1番は違うかなと思ってたんですけど、1番だな、実は。実は打順1番、19本もヒット打ってる、もうやば。実はこれだな。おい、ゲッツーあかんぞ。サハラ、サハラ行きましょう。まあ、この選手がうちの代打の切り札です。この選手は来年の夏もベンチ入りが確定しています。よーし、代打の神様です。一人で全部のポジションをカバーできるような選手にこれからしたいと思います。まあ、守備もそこそこもういいので、まあ、レギュラー取ってもおかしくないぐらいのね、もともとレベルがあったので。だから小坂さん、こうなった時にな、打ってくれたらいいんだよな。よしよしよし、やっぱ1番か。いや、松原選手も1番になって急に打ち始めましたもんね。8番とかで使わないでくれと、俺を。辰徳。誰を1番で使ってるんだと。まあ、そんなの言わないでしょうけど。
元木チルドレンですね、松原選手なんかは。こんだけ打ってきた時にバンとされたら嫌でしょ、相手も。よし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 、戸澤もやってくんのかっていう相手からしたらね。うわ、これでランナー貯めて4番かと、お前もかーいって感じでしょうね、これは。ほいで岸だよ。なんかすごいな、小坂さん1番にして、これが正解だったか、この打順か。ようやくなんかこの世代の正解を見つけた気がする。これだったか、これが正解だったか、気づかなかったな。うわー最悪ー、よかった。花上はちょっとどうにかしたいな。さあ、あと2点だけ取りたいこのイニング。いけそうですね、これで。まあ他のカードが悪いんで。よっしゃー。さあ宇野さんも徐々に上げてきてるからな、ミスターヘディング。来年まさかの小凍結も僕の中で出てるんで、小坂さんがいろいろサブポジ持ってるというところで、セカンド小坂さん、サード、じゃあショートにこの宇野さんっていうのも全然ありかなと思ってます。あ、これは間違えたな。9番ピッチャーからさすがに、まあ、いった。こういう場面。さあ、こういうセーフティーが2とかの場面。まあ、信頼度がまだ上がりきってないっていうのもちょっと辛いところだな。ただ、2割7分8厘まで上げた打率を。で、盗塁21個もしてるからな。でカット打ちで相手の球数を投げさせているっていうところを考えても貢献度は高いかもしれない。 でも278まで2割7分まで上げてきたんで、まあよしとしましょう。ちょっとミスったな。9番ピッチャーからスタートしたのミスったわ。あれはさすがにサハラを残すべきだった。宇野さんのところに入れるべきだった。クイックいい。これはセーフティーでしょ。よーし、肩強いな。ただこれ代打はそうかな、チャンスいいですし、お調子を使えてないので、久能というお調子者がいるので、ここで久能を出して、これも久野じゃないんかい。なんかパワープロって変な方の読み方をするんですよね。さあ行こう、丸木は広角打法。落ちろ、よし。ほいでヒュー、よーし、いいぞ。で、ここで宇野さんを残しておいた意味があったということで、宇野さん頼むぞ。ここでホームランとか見せてくれたら残した意味があったなと思える。おい、ちょっと小坂さんより打率低いぞ、下手したら。全野球。もう代打いなくなっちゃった、9回の分の。さあ、屋敷も結構強い選手なんで。3人残塁とかはね、野球においてあんまりよろしくないよね。こっちの方が小坂さんだったらいいかもしれない。ステイフになれ、うわー、くそー。ヒット30本で18点しか取れてないのはちょっと痛いな。これはじゃあさすがにこうしときますか。9回が最後あるんで。いや、ヒット30本18点はちょっと渋いな。31本18点になっちゃってる今。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。
志田もチャンスいいなんだよな。何やっとんじゃい。おお、キャッチャー丸木くんだった。いいでしょう、キャッチャー丸木くん。なんかよくキャッチャーが変な人守ってるのは、花植えがあんまバッティング良くないから代打出されてそのまま忘れられてるっていう、そういうパターンでしょうね。まあ誰でもこうして、じゃあでもサードできる、こうして、うん、参ったなこれは。お、できた、できました、 OKOK。 さあ完封リレーでいきましょう。ただなんかな、めちゃめちゃ点取ってるけどそれ以上にヒットを打ってるのでなんだかなというところではあります。ゲッツー。まあこうやっていろんな選手が活躍する世代、ベンチメンバー総出で戦う、好きです。結婚してください。やっていきましょう。ナイスゲームですね、ナイスゲーム。32本のヒットはえぐいな。なんかついていいでしょう、32本もヒット打ったら。おお、ラッキーラッキー、コグン通るし、ナイス。お、小坂さん左、よっしゃよっしゃーだけど、いや、よっしゃーなんですけど、僕がこだわってた、BBBBBB が気持ちいいっていうのが崩れちゃいましたね。おい。せっかく、BBBBB っていうのにしたのに。いや、でも注目選手選んだ回があったんじゃないですか、これ。バントばっかりしてね、基本。でも今のが結構打順なんか、ハマった感じするので、まあ、花植え5番っていうのがな、ちょっと物足りないっていうのもあるし、で、古軍が、ま、ちょうど、盗塁も一つ上がったことですし、中将4番にするか。なんかこっちの方がしっくりきますね。ちょっと打順は試行錯誤中ですけど、まさかの1番小坂さんで、やってみますか。はい。ということで、まあ、試行錯誤しながらね、やっていきましょう。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。